ヤロザヤさん、はい、本日解禁となった新しいモナルシータについて教えてください。はい、本日から、画像解禁となった、水野のモナルシータネオ2エリートリリースカラーになります。そちらはこちらです。予約は今回ありますので、予約できます。そして、発売日は9月の15日となります。ですのでね、ぜひ皆さんこのリリースカラーのモナルシータネオ2エリート、ぜひね店頭で試着して選んでみてください。アナサヤさん、はい、ミズノから、新しくモナルシータネオ2エリートが発売されて、前回のモナルシータシリーズよりも、値上がりしたことで SNS では結構賛否両論出てますけど、実際どうなんですか？はい、では解説したと思います。はい、いきますよ。まずこちらモレリアネオ3ジャパンと、こちらモナルシータネオ2エリート、こちらね、今回使っているこのカンガルーの顔はどちらも全く同じものを使ってます。モレリアネオ3、モナルシータ、こちらどちらも同じカンガルーの質感です。全く一緒です。はい、で足型も全く同じものを使ってますよ、ラストは。はい、でね、この違いっていうのが、このサイド、中足部分の人工威嚇が、モレリアネオ3の人工威嚇は 1.1 ミリの人工威嚇使ってます。そして次、モナルシータネオ2エリートの中足部分の人工威嚇は 1.3 ミリの、モレリアネオ2で使用していた人工威嚇をそのまま使用してます。はい。そこが大きな違いですね。あと、こちら、アウトソールは、はい、全く同じものを使ってますよ。はい。でね、さっき言ったこの、カンガールのこのつま先のね、部分は、モナルシータネオ2エリートは今回、つま先のザラザラ加工を減らしたことで、なくしましたよね。なので、こちらの、モレリアネオ3ジャパンと同じつま先のフィッティングになりました。はい、なのでね、はい。つま先の高さもすごく似てると思いますよ。はい。はい、こんな感じですね。はい。でね、このシュータンとかね、このかかとの周りはね、もちろん違いはね、今までと同じようにありますけどね。はい。感じですね。はい、なのでね、今回のこのモナルシータネオ2エリートの値上がりは、まあ、以前のモレリアネオ2のクオリティとほぼ同等になっているので、まあ、今回の値上がりはまあ妥当だと思いますね。ただね、やっぱこうやって物価の高騰でやっぱ物自体の値段がね上がっているので、まあ、今回のこの値上がりはまあ妥当だと思います。はい、ですのでね、ぜひ皆さんこのねフィッティングの良くなったモナルシータネオ2エリート、ぜひ皆さん試着して選んでみてください。